お、時間になりましたね。皆さんお疲れ様です。お時間になったので、そろそろ始めさせていただこうと思います。そうですね、今日は、いつも違って、外からのゲストを招いてるんで、少し緊張してますが、皆さんよろしくお願いします。本日の、ゲストですが、サムライギルドゲームズから、ギルドマスターのこうちゃんさんと、ぴちゃんさん、お越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、サムライギルドゲームズは知ってますかね？さすがに知ってますよね？原作機種に携わってると。いや、これまでに、それこそ、そのサムライギルドさんで、原作機種の AMA をしたことは、あるはずなんですけど、元素騎士側でサムライギルドゲームズさんのこうお話を聞いたことがなかったので、まあ、今日この機会にちょっといろいろ知れたらなということで、突然ですが来ていただきました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます、ハッピーさん。はい。それではちょっとお二人自己紹介からお願いしていいですか？はい。声聞こえてますね。大丈夫ですかね。はい。はい。改めまして、サムライギルドゲームズのギルドマスターをしております、こうちゃんこと田中こういちろうと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いしまます。す。あ、じゃあ自分ですか。はい。同じくコアメンバーの福ちゃんと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう二人はかなりがっつり元素のベータもされてるんですよね、もちろん。アルファからやってますよ。あ、ほんまですか？ 全然詳しくなくて、ほんとすみません。ええ。なかなかお会いすることもないじゃないですか。そうですね。はい。まだどれぐらい侍の方がそもそもされてるんかなとかも思うんですけど。結構がっつりやられてますよね、皆さん。そうですね。まあ、特にこのコアメンバーって言われる面々とかは、もう毎日ガリ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 やってて、日夜、大変なことをですね、乗り越えながらずっとやってる、っていうばっかですよ。まあ、ということで、じゃあ、サムライユズさんの説明はちょっと、少し後に説明していただくとして、今回ちょっと、来ていただくことになった経緯と、皆さんお気づきかどうかちょっとわからないんですけど、この初心者サポートっていう、チャンネルができたんですけど、まあ、これを作った経緯をちょっとまず、僕の方から説明させていただきたいと思います。元素騎士っていうのは、おしゃれ装備の NFT が、前提である、難易度調整であるため、それに、まあ、基づいた、まあ、難易度調整になってると。でも、そのスカラー機能がまだ実装されてないんで、本来やったらスカラーをして、持ってない人も参入できるからフリートゥープレイっていう風な仕組みになってるはずなんですけど、まあ、それがまだないから、持ってない人はもうプレイができないぐらいのレベルになってると。で、まあ、いろんなご意見を僕たちもいただくんですけど、その、ゲーム内のシステムをどうこうすることによって、開発がさらに遅れてしまうことが一番僕らとしてもやっぱり良くないと思うんです。その MV のホルダーであったり、まあ、そのおしゃれ装備を買ってるメンバーであったりと。で、まあ、それなんで、まずゲーム内での解決よりも、そのゲーム外での解決を、とりあえず今できることを何があるんやろって、まあ、我々モッドの方で考えたときに、まあ、サムライギルドゲームズさんみたいな、ゲーミングギルドの方が、初心者の育成であったりとか、まあ、困っている人を助ける、ゲーム内で困っている人を助けるみたいなことをされてるっていう方、ことを見たので、まあ、僕らの方からちょっと直接、運営の方に頼んで、繋いでいただいた。で、二日前にこう繋いでいただいて、今日こうやってボイスに来ていただいてるんで、本当ありがたいなと思うんですけど。はい。で、まあ、あとは、その、表面化してないんですけど、一部モッド、特に今、タクチンところに起きてるらしいんですけど、もう NFT とは何かとか、メタマスクの、まあ、開き方とはどうやるんですかみたいな、もう、BCG の、まあ、基礎知識みたいなところから聞いてこられる方もやっぱたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、そのあたり、僕らももともとはそのゲームが始まる前はしてたんですけど、やっぱり今もその現在進行形で、例えば、まあ、NFT が、インポートできないような状況が、起きてるとかっていう情報とかを、その運営に上げる仕事にできれば今は徹したいので、それであれば、その、そういう基礎知識の教育の部分とかを、その、外部の、
提携している公式ギルドさんに頼めれたらなということで、その初心者のサポートの部屋を作って、田村ギルドさんの方にお願いしたということになります。はい、皆さんわかりますかね。ちょっと話しましたけど。まあ、とりあえず今できることということで、はい。ありがとうございます。どうですかね、皆さん、ちょっと分かっていただけますかね。もちろん、僕らの方で、その、開発さんの方に、初心者の方からこういう件があったので、もうちょっとこうなりませんかみたいなことは継続してやっていくんで、その、諦めたと思わないでください。とりあえず今できることで考えて。重要かなと思ったんだけど。はい。誰今お二人じゃないですよね。誰か喋りましたけど。多分誰かお喋りになられましたね。はい。じゃあちょっとスルーして先に進めていっていいですかね。はい。で今回まあそういうふうにお願いしたいと、佐村義堂さんなんですけど、まあ、僕らからすると、どんな認識ですかね。皆さんどんなふうに思ってますか。サムライギルドゲームズさんに対して。どんな人だと思ってますか。多分、サムライの方も、知りたいと思ってるんですよ。どんなふうに思われてるのか。それ忍者、白モフ。忍者、ええ君。違うね。じゃあもうちょっとちゃんとしたやつくれよ。ガチ勢たくさんとか、うん。そうですね。うん。そうですね。一番最初のアルファの時とか、ランキングとか、トップ10のところ。すごかったですよね。ご名出させていただいてましたね。はい。すごかった。アキさんも圧倒的でしたもんね。いや、アキさん、本当すごい。今日もいてらっしゃいますけどね。すごかった。おぉ、どうもお世話になります。まあでも、そのガチ勢がいるぐらいのまあ認識、僕からするとそのホワイトリストをめっちゃ配ってくれる人みたいな、それぐらいの認識でしかないんで、まあここからちょっとお二人に、まあどのような、その元素騎士との関係性みたいなところをちょっと教えていただけたらなと思うんで、ちょっとこうお願いしていいですか。はい。わ、はい、かりました。まあ、そうですね。幻想騎士さんとのおつながりっていうところも含めて、あと、まあ、私たちが、まあ、どんな活動をしてるかっていうのをですね、ちょっと端的にお話しさせていただければと思いますけれども、まあ、私たちの、まあ、サムライギルドゲームスっていうのは、やっぱり元の、ことの始まりっていうのは、やっぱりブロックチェーンゲームで、そのスカラシップをこう回していこうよと、というようなことを、はい、まあ、やり始めたっていうのが、やっぱり一番最初だったんですね。で、この構想をし始めたっていうのが、昨年、2021年の、約11月ぐらいですかね。10月、11月ぐらいから、それをやりたいなと。もちろん海外での動きを見ていたので、まあ、そんなことできたらな、っていうので準備を始めた。で、もう実はですね、もう、この当初から、もう作り始めるって言った時からですね、もう幻想騎士さんと一番最初にやろうっていうことはもう決めていたんですよね。決めていたというか、むしろ幻想騎士さんのマキシー社長だったりとかがですね、我々の、しかしメンバーのところの人間が、おつながりがあってっていうところで、まあ、こんなのがあるぞというようなところで実は始まってるというのがあるので、私としてはですね、サムライギルドゲームズが生まれたわけというか、ここまで来てきたっていうのは、まあ、幻想騎士さんのそのロードマップと一緒に歩んできたっていうような気持ちが結構あってですね。なので、むしろなんか、兄弟的な気持ちでいるっていう感じなんですよ。はい。で、まあ、実際にね、ブロックチェーンゲームをこうやっていくというようなところで盛り上げていくっていうところで、まあ、ここ最近ね、はい、相場の結構大変なところがあってっていうので、なかなか皆さんがこう、稼ぎに行くっていう。いろんな、壁っていうのがどんどん出てくる。まあ、もちろんね、新しいことをやってるから大変なこともあるんですけども、まあ、そんなところで、はい、ここにいてらっしゃる皆さんと、壁とかをですね、いろいろ超えていき、まあ本当に、まあ今ベータ版とかでこういうふうなのが出てますけれども、まあ本当私たちのギルドとしてもですね、まだまだこれから伸ばしていかなきゃいけないというところであれば、本当に、本当に兄弟的な気持ちでいるというような形なので、まあここにいらっしゃる皆さんと、まあ我々そのギルドゲームズっていうのはですね、全く別の組織ということではなくて、できる限り寄り添ってですね、一緒にやっていければいいかなと思っ
で、まあ、先ほど話しましたように、まあ、サムライギルドゲームズが生まれた理由っていうのは、先、ブロックチェーンゲームですね。スカラシップやっていくってことがメインでありましたけれども、はい、なんでそもそも、その、ブロックチェーンゲームにおいて、ギルドが必要なのか。まあ、ゲスキッサーの中で、まあ、言うたメタバース領域の中で、やれればそれでいいって話があるんですけども、やっぱり、はい、いろんなそのゲームをこう、見て、いたりすると、やはりゲームを作られてる会社様、運営さんっていうのは、やっぱりゲームを作るということがやっぱり本領の領域なわけですね。で、はい、まあ、ちょっと遡ると、アクシーインフィニティというゲームタイトルがございましたけど、まあ、今もあれですけども、はい、そこで、まあ、一番伸びてきたのが YGG さんですね。イールドギルドゲームさんという。そうですね。はい。はい。まあ、あのギルドがこう生まれた理由っていうのは、まあ、各いろんなブロックチェーンゲームのですね、タイトルが、ゲーム内にタイトルをこう、ゲーム内にギルドをこう作るということをやってきたけれども、なかなかそのユーザーを集めるのが難しく。で、その理由っていうのは、まあ、元からそのブロックチェーンゲームをやっていたとか、クリプトの知識があるとか、まあ、今回ご質問いただいてる NFT のことがどうたらこうたらわかるとかですね。はい、結構アーリーアダプターと言われるような方々が結構多かったわけなんですけれども、はい、まあそういった人たちっていうのは、まあどっかのゲームでは結構それ絞ってしまって、はい、他のところに、その当時はあまりその、なんていうんですか、浮気をこうしないみたいな形結構あったわけですね。で、なった時に、まあいろんなゲームタイトルが自分たちの中にギルドをこう作って、スターシップをこう回していければいいねってやってはいたんですけど、なかなかそこがうまく回らなかったっていう過去がありました。で、そこで生まれたっていうのがそのギルドゲームさんですね。外部のギルド。わかりやすく言うと、まあ、ゲーム内にあるギルドっていうのは、国が保有する、兵力部隊。だけれども、こういった我々のギルドとして独立している部隊っていうのは、どの、国とも協力しますよって、まあ、傭兵部隊のような感じですね。はい、その盛り上げにしていくというような形とかで、まあ、ゲームの、アルファ版、ベータ版から入っていって、何をこうしたらいいのかなっていうようなことであったりとか、まあ、そういうようなですね、人を大切にした、場所であると。まあ、人が中心になっているところなんですね。で、特に、まあ、我々のサムライギルドゲームズが何を大切にしているかっていうと、我々のミッションっていうのは、Web3 の領域において、言語の壁であるとか、知識の壁、そういったものを超えて、誰もが活躍できる礎を作る組織になると。コミュニティになるということがミッションとしてあってですね。で、それを支えるバリューというところではですね、ビジョンとしてはですね、遊ぶ、稼ぐ、学ぶ、作る、そして主体性になる、主体的になるというような、この5つで出来上がってるんですね。で、遊ぶっていうのはもちろん、やっぱり楽しまなきゃ意味ないでしょうというところがあるので、まあ皆さんで楽しんでゲームをしてやっていくということがもちろん最初ありますから、e スポーツのこともやっておりますし、こういうブロックチェーンゲームのことでもやってるということが。で、まあ、稼ぐというところに関してはですね、皆さんはブロックチェーンゲームでやっぱり最初入ってくるお金稼ぐんだっていうようなところで思いとしてがあったと思いますので、まあ、そういったところをサポートできるというところもありますし、まあ、Web3 というところも広げていけばですね、そういったところでこの稼いでいく手法でどんなことがあるのか、例えば、まあ、その領域で技術を持ってエンジニアとしてやっていくっていうこともそうですし、はい、投資としてやっていけるというようなリテラシーを与えていくっていうこともそうですね。まあ、そういった。はい、はい。そして、学ぶですね。ここが結構一番重要視してるんですよ、我々。学ぶです。はい。まあ私もですね、かれこれも十数年、学習塾であったりとか、プログラミングの学校とかもいろいろやってきた過去がありました。そうなんですね。今もそうなんですけども、はい。はいはいはい、まあ、そんなところで言うと、まあやっぱり、ね、世の中って学歴の壁とかあるわけですよね。いろいろとお金稼いで世界で活躍したいって言っても、学歴はどうたらこうたらとか結構あったりする。でも、私が結構見てきた中で言うと、エンジニアっていうのはそんなに学歴は特に関係ないよね。ということを言うと、まあ、平等なチャンスってものすごく広く広がっていると。まあ、Web3 の理念にものすごく近いっていうところがあります。で、はい、そういったところで我々のギルドっていうのは、そういった教育を大事にしていくと。で、特に、まあ、世界では、まあ、クリプトの知識の壁っていうのは、NFT の知識の壁とか、ゲームファイの知識の壁っていうのが、まあ、ギルドができる発端になりますけれども、我々のそのギルドっていうのは、日本にやっぱり根ざしてるってところがありますので、日本人の場合は、さらに2つの壁があるんですよ。それって何かっていうと、英語の壁ですね。英語の壁ですよね。そうです。英語の壁っていうのと、あと、やっぱり IT リテラシーの壁っていうのがすごく大きいんですよ。はい。そうですね、これって、すごくネックで、やっぱり英語のがちゃんと作られないと、やっぱり得られる情報っていうのって、
2、3週遅れの情報出てくるんですよ。ツイッターとかでこう出てる情報とかで、今はこれやってるよとかって結構出てきたりしますけども、今更出てきたこれみたいな、いうようなものとかって結構あるわけですね。やっぱり一時情報にこう触れられないっていうのは問題であると。で、IT リテラシーの壁っていうのは、やはりこのブロックチェーンゲームを始めて、すべてですけども、やっぱりパソコンも必要ですし、IT、スマホとかも必要であると。まあ、さっき言った、メタマスクをどうしたらいいのかっていうようなことに関して言えば、本当に極論を言えばですね、Google でどうやって調べられればいいかっていうような、元々のその素養があればできるっていう形なんですよ。でも残念ながら日本ってそこってやっぱり苦手なんですよ。で、データで見たりすると、日本人の IT リテラシーって、世界で言うとパナマと同じ。パナマってどこでか分かりますか？分かんない人も多分いっぱいいると思いますけども、極論言うと、もう本当に、北朝鮮と同じレベルとかっていうふうに言われたりするぐらいですね。IT リテラシーが、非常に弱いと。で、やんなくてもいいっていうようなことに、臭いものに蓋をするっていうのが、ですね。っていうのはやっぱりすごく問題であるので、我々っていうのはブロックチェーンゲームで、皆さんが活躍してもらうっていうところでスタートしましたけども、一番大切にしてるのって先ほど申し上げた、やっぱり人なんですよ。その、はい、この一人一人がリテラシー高まっていって、世界で活躍できる人材になっていければ、このギルドっていうところが、まあブロックチェーンゲームだけじゃなくて、いろんなことで活躍できる部署になるよね。Web3 っていうまだまだコネ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 してるような柔らかい状況のこの世界でも、自分たちがいろんなその、なんていうんですかね。まあ、過去の事例をこう作っていくとかですね。ケースっていうのをこう作っていくことができると。まあ、それをやっていくためにやっぱり教育が大事なので、まあ、我々のところっていうのは、そのブロックチェーンゲームを教える以外にもですね、プログラミング教育の部分で、私とかが、まあ、数十万とかかかるようなものとか、そういったものを全部無料で公開するというような形に。はいはい今しておりますし、そういうようなこと以外にも、まあ、ライティング能力だとか、マーケティング能力だったりとか、はいはい、まあ、皆さんがやっぱり活躍していくためには、やっぱり自分自身でその所得を上げていくっていうことも必要であると。言ったときには、このギルドというものがゲームだけに絞られずに、自分の人生が豊かになるための学びの場であって、はい、活躍する場、アウトプットの場でもあるみたいな、そんなことをしたいっていうのがあるので、その動きを結構強く。で、それを通じて作れる人間になる、クリエイターになるっていうようなことで、まあ、ブロックチェーンエンジニアになるっていうことももういいと思いますし、3DCG のクリエイターになるでもいいですし、まあ、そういったようなコンテンツを用意しておくので、まあ、そういったアウトプットがしていく。で、はいはい、なおかつ、やっぱり Web3 っていう世界で言えば、トップダウンでですね、上から下っていうような、まあ、ピラミッド型の構造じゃなくて、まあ、できる限り DAO の近い形がいいよねってなったら、誰もがやっぱり主役にならなきゃいけない。やっぱりここって結構、我々もネックなんですよ。ネックなんですやっぱり皆さん主体性になってねって言ったとしても、うん、やっぱり日本人の方々ってそういうこと言いにくいよねとか、人の方々。まあ、気遣いますよね。そうなんです、そうなんです。これを一つ一つなんか取っ払っていって、やっていけるっていうような形とかで、やっぱり皆さんいろんな人がいると意見のぶつかり合いとかもありますし、そんなところにあっても、やっぱりその多様性を認めて、お互いのなんか、やっぱり、寛容になって支え合っていくっていうようなね、こういったことをいくっていうのがやっぱりクリエイティブで、そして主体性っていうような形になってくるので、まあ、ここを強く出してるというようなところが我々の組織であるっていうような形ですかね。ちょっとなんかまだまだ説明すると結構いろいろと固めていけないことに来るので、まあメインっていうのはこういうことです。まあ遊ぶ、学ぶ、稼ぐ、作る、そして主体的になれる場所と環境の構築。これがですね、我々がメインでやってることなので、何も答えはないです。ここにいらっしゃる皆さんと一緒に作っていければいいと思ってますし、いろんな方々がこれあったらいいよねっていうことを我々はものすごく吸収してそれをやっていく場所で、みんなが作る場所だと思っているので、なんで原則主義を、このディスコードの中にいらっしゃる皆さんと何かできると面白いなと思いますし、なんかいろんな大会やろうよとか。例えば我々のところで言えば、レッド東京タワーというですね、東京タワーの下にある、e スポーツ施設。まあ、ここが我々がギルド、公式ギルドになっておりますので、まあ、そういったところとかになんかやるとか。まあ、いろんなネタとか持ってきていただければ、我々がそれを実現させるためにですね、一緒に動くということもできるので、一緒にみんなでこう作っていく場所だというようなのが、まあ、我々の侍ギルドというようなものとして言えるのではないかなと思います。はい。こんな感じですね。はい。ありがとうございます。はい。まあ、なんかこう、やりたいことがあるけど、やりたいことがあるけど、うん、なんかやりたいけど、何をしたらいいか分からへんみたいな人ってきっとたくさんいると思うんですよ。そうですね、そうですね。ね。で、まあまあ、ゲームして稼げないやったらちょっとゲームやってみようかなぐらいの入り口に今立ってる方いっぱいいると思うんですけど、はい、もう一歩進めてこう、ね、何かこう、さらに、だ、元素って稼げることいっぱいあるじゃないですか、そのプレイしたって稼げるし、バイバイだって稼げるし、UGC だって稼げるし、なんだってあるんで、うん、まあそういう、だから、こう、もやもやしてる方はぜひ、ね、サムラさんに行って、こう、なんか、新しいことしてみたいですって言うと、なんか、見つけれるかもしれないですよね。うんうん。
そうですね、そうですね。もうどんどん行ってきていただければ。はい。どうですか、みんな行きたくなってきたんじゃないですか。そう思ってたけど嬉しいですね。さっきみたいに言うとすごくね、固いイメージを持たれちゃうんですけど、我々のところは本当にエンタメを大切にしている組織なので、はい、何においてもやっぱりエンタメであるということなので、楽しくやるから続かないですもんね。そうなんですよ。基本的に。ね。うん、と思う。はい、ありがとうございます。で、まあ、そんな侍さんの、が、まあ、今回この、僕がお話を持ってった中で、その、まあ、サポートをしてあげるよって言ってくださったんですけど、まあ、どんなことをしていただけるかっていうのを具体的にお伺いしてもいいですか？はい、じゃあ自分から、それ、ちょっと話していただきます。はい。ですね、まあ、ハッピーさんとかドンギツネさんが、まあ、チャットに書いていただいているところで、初心者サポートっていうところで、サムライの方に飛べるページがあるんですけど、こちら、元素の専用の、まあ、質問場所みたいな形で、開放してあるので、まあ、本当に初歩的な、NFT って何とか、ウォレットってどうやって繋ぐんですか、そもそも、ECG って何ですかみたいな、そういう質問でも全然対応しますので、こちらで、もう本当に気軽にご質問いただけたら嬉しいです。はい。で、週1、週2で、初心者向けにセミナーとかもやってるので、こういうのちょっとやってほしいですみたいなのあったら、全然言っていただければ、こちらでご用意してやることも可能ですので、ぜひ何かありましたら、気軽にこちらにコメントいただけるとありがたいです。そうですね。あとは、まあ、BCG はわかるんですけど、まあ、ゲームがそんなにやったことがない。特に MMO っていうのがかなり難しいということで、まあ、序盤の進め方とかなかなか一人だと難しいという方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、そういう方も、侍の、モデレーターの方とか、コミュニティマネージャーっていう、まあ、ロールの方とかが、結構元素をやり込んでる方ですので、まあ、レベリング手伝ったりとか、マップの見方を教えたりとか、そういうのをやっていただけるので、もう、まあ、モデレーターさんには悪いんですけど、そこをちょっとご協力いただけると、はい、ありがたいです。今いらっしゃってるブラウさんとか、ラマさんとかですよね。ラマさん、ブラウさん。はい。本当にいつ寝てるんだっていうような方たちばかりなので、お願いします。で、まあ、そんな中で、今、その、天野さんのホワイトリストを活用されたイベントをされてて、まあ、それを僕も見たんで、今回ちょっと相談させていただこうかなと思ったんですけど、まあ、そのイベントの内容で言うと、その初心者の方も、まあ、プレイに慣れてる方も、こう、お得みたいな、ね、お話もあったんで、まあ、すごい考えてあるなと思ったんですけど。はい、そうですね、ちょっと長文すぎて、はい、多分、そんなに読み込めないんじゃないかと思った、ね、聞いたんですけど、はい、ちょっと途中でしんどくなっちゃったみたいな。そうなんです。だからちょっと今回めちゃくちゃこのタイミングよくて、これちょっとここイベントお伝えさせていただければなと思ったんですけど。あ、その前にごめんなさい。あれです。今日の参加者限定のホワイトリストの抽選。はい。はい。こちらに行っていただいてですね、参加のボタンを押してください。5名様に、侍さんから頂戴しました。はい。ぜひお願いします。締め切りが今日の、このボイスの途中の最後の方の、54分で締め切られちゃうので、この、54分で切った後抽選の、当選者を発表します。ジャケンさんが宣伝しないでほしかったって言ってます、ね、いやそんなん俺言わんと困るしあるって言ったんやって言われるからとりあえずみんな行ってきていただいて、はい、お願いします。はい。でもそのままちょっと、じゃあ聞いていただきましょうかね。そう、侍さんのホワイトリストの、100件もあるんですよね。そうですね。すごいですね、数。大枠もらったので、まあ、はい、もちろん元素ちょっと、触らないけど、天野さんの NFT だけ欲しい、転売したいという方、ちょっと弾けるようなイベントに一応設計したつもりなので、はい、はい。まあ、結構多いんですよね。今走ってるのが、常時走ってるのが、24日までですね。走ってるのが3つほどイベントとしてあって、ちょっとそれ一つずつ口頭で説明させていただければと思います。はい、お願いします。はい。ですね、まず一つ目なんですけど、今、今日もちょっとかなりの方がいらっしゃってくださったんですけど、サムライの元素の、VC の方で、VC 参加していただいて、元素をパーティープレイしていただく方に関して、ロール付与させていただいて、その方の中から、15枠抽選で、ま、
のホワイトリストを付与させていただこうと思ってます。なので、はいはい、VC 参加していただいて、まあ、話しながら、ちょっと元素の楽しみ知りつつ、やっていたらホワイトリストの抽選権が得られるみたいな感じですね。これは、ボイスチャットに、喋る側でも参加しないといけないってことですか？こちらに関しては、まあ、聞き戦で、まあ、本当にチャットで、あ、いいんですか？この方に、はい、チャットであるので、ここに参加していただいて、ありがとうございます。そうですね。で、多分、MMO の楽しみって、パーティーのメンバーと話したりとか。いや、もうそれ絶対そうですよ。思うので、ここにちょっと慣れていただくっていう意味も込めて、こういうイベントをさせていただいてます。まあ、わからないこともね、皆さんあると思うんで、その、ガチでやられてる方に聞くのもいいですよね、うん、声で。そうなんですよ。結構、まあ、ブラーさんとカラマさんとか、答えてくださるので、そうですね、話すのも苦手な方もいらっしゃるし、まあ、生活してる中で、まあ、VC はちょっとっていう方もいらっしゃると思うので、ちょっとご参加いただけるとありがたいです。はい。わかりました。じゃあ皆さん、ちょっと、タイミングがあれば、はい、ぜひ、それだけでだってもらえるんでしょ？抽選に参加できるんでしょ？で、一応そこに、まあ、モデレーターとか、コミュニティマネージャーっていう、はい、まあ、ロールの方がいらっしゃったら、まあ、そういうふうに参加してますっていうのを、表明いただければ、ロールの方を付与させていただきますので。はいはい。はい、ではです。まあ、それと、二つ目ですね。こちら、まあ、サムライ GG の、まあ、元素とちょっと協力させていただいて、ディスコードを、まあ、盛り上げてくださっている方に関して、10枠ほど、まあ、こちらからお声かけさせていただいて、ホワイトリストどうですかっていうのを希望者募って、配布するとと思ってます。まあ、こちらちょっと、はい、まあ、ディスコード盛り上げ専門みたいな感じなんですけど、こちらも用意させていただいてますので、まあ、気軽にご参加していただいて、はい。ありがとうございます。返事いただきました。ありがとうございます。なかなか難しいですね。でもゲームしながらこう、チャットも行くってのはなかなか大変なんで、まあそこはこう、うん、どこを狙うかですよね。はい、うん。VC は結構、でも倍率が多分高そうな気もするので。そうですよね。一番まあやりやすそうですもんね。だから盛り上げを狙うなら狙うで、一つの戦略にもなるかなと。はい。お願いできればと思います。はい。はい、で、ですね。まあ、締め切ったのを飛ばすと、こちら、今、まあ、まさに話に出てたような、初心者の方が本当にちょっと難しいっていうのを、サポートするために、教育っていうところをちょっと、まあ、入れさせていただいて、さっきの VC に入ってパーティープレイっていうのもあったんですけど、初心者の方に教える専門の、まあ、チームとかいうか、パーティーを組んでいただいて、そこで教えた側、教えられた側、どちらも、侍騎士教育っていうロールを付与させていただいて、こちらから、まあ、抽選で10枠。配布させていただこうと思ってます。教育と教えられた側とそれぞれ10ずつですか？ 5 ずつ、まあ、合計で同じロールなのでその中でこう、あ、なるほどね、はいはいはい、で、まあ、こう内容としてはレベリングだったりとか、あとは本当にゲームの UI の操作とかそういうのを分からなかったら聞いていただいても大丈夫ですし、あとは、ミニロンドの、まあ、稼ぐ手伝いとか。はいはい。今、ホワイトリストも、公式の方でやってるので、そこのお手伝いだったりとか、そういうのをさせていただこうと思ってます。あとは、まあ、基本的に、まあ、人生をやってる方でも多いんですけど、ディスコードのやり方とか、まあ、操作の仕方がわかんないっていう方も結構いらっしゃったりするような。まだいらっしゃいますよね。はい。そうですね、なので、そこの、まあ、教えるというか、ことだと思ってるので、ぜひ、まあ、何か分からないことあったらそちらで見ていただけると問題です。ですね。結構今、元素がっつりやってて自分詳しいですっていう方に関してはもう教育、教える方に回っていただいても全然、ロールが付与されますので、こちらもご協力いただける方がいらっしゃったら、いらっしゃったら、ご参加いただけるとありがたいです。トイレなくした。ごめんなさい。大丈夫。誰かミュートしてください。もうどの誰かミュートしてください。ディスコード難しいですよね、意外と。日本人は特にあんまり慣れてないんで。そうですよね。あ、そうですね。サムライギルドゲームズ、簡単な認証もあるっていうのが、ブラウさんにおっしゃっていただいてるので、ちょっと説明させていただくと、はい、今、携帯の電話認証をされているアカウントのみ、入ることができます。あ、参加がちょっとできないですね。電話番号認証。申し訳ないです。それは仕方がないですよね。一応セキュリティ面も。ハッキングとかもね、ありますから。そうですね。はい。
で、入っていただくと、ランゲージって言って、まあ、自分が使っている言語を選ぶところがあるので、そこを日本語を選択していただいて、まあ、ルールの、この承認というのを押していただくと入るようになります。はい、ありがとうございます。トイレ。ごめんなさい、本当に。入っていただけるとありがたいですね。で、ですね、今、ツイッターで多分見ていらっしゃる方が、多いと思うんですけど、リンクも貼った方がいいですね。今、天野さんですね。元素のコラボの NFT の方なんですけど、天野さんの愛をツイッターで語っていただくっていうイベントもやってまして、今、148名多分応募してくださってるのかな。おい。そのツイートのリプライ欄で、まあ、そこの天野さんへの愛とか、まあ、こういう思い出ありますみたいなのを書き込んでいただいて、ちょっとこれ、元素の公式さんからもお願いされたんですけど、ハッシュタグを3つほどつけて、引用リツイートしていただけると、応募されたことになるので、こちら、リンクってこちら貼れますかね？あ、ラマさんが本当にみんな見てリプライしてってやってくださってるので、漏れはないと思います。こちら、ツイッターのリンク貼って大丈夫ですか？元素大か。丈夫ですよ。お願いします。こちらではい、す。こちらですね。まあ、こちら、走らせてますので、まあ、本当に天野さん好きな方、こちらご参加いただけるとありがたいです。何かしら噛んでますよね。やっぱりゲームを一回でも触ってれば。そうですね。まあ、多分、ねやってる方は FF 触れてないっていう方、ないと思うんで、多分、皆さん何かしら思い出の中にはあると思います。あ、ソフィーそうでさんすよね。も同じので、ぜひこちらで愛を叫んでいただけるとありがたいです。でですね、今までは、24日まで長期のイベントだったんですけど、単発のイベントっていうのも打とうと思ってまして、で、そうですね、イベント概要の方に6番って書いてあって、かくれんぼっていうのを、元素ゲーム、元素騎士のゲームの中でやろうと思ってます。これ、まあ、さらっと説明すると、まあ、モデレーターとかが、元素のゲーム内にいて、で、そこで、ここどこでしょうみたいな形で取材させていただいて、みんな一斉に探していただくというような感じなんですけど、一応、いろんな生活リズムの方がいらっしゃると思っているので、土曜日20時から、9月17日土曜日ですね、の20時から、と、9月18日曜日の12時から、2回に分けてやろうと思ってます。こちら両方10枠ずつですね。なので、まあ、ちょっと今のうちにマップを探索していただけると、もしかしたらここを参加した時に有利になるかもしれないので、ネバネバで妨害。めちゃくちゃ遅くなるやつ。そうですね。なので、まあ、今のうちにちょっと参加される方は、おこいちら。あらごめん。りがたいです。でですね、まあ、こちら9月24の土曜日ですね。21時から、天野さんのクイズ大会もやろうと思ってます。で、結構コアな問題が出ると思うので、かなりのマニアの方だったら、まあ、有利になるんですけど、こんなの知ってんのかっていうのもあると思うので、まあ、ちょっと予習がてら天野さんの歴史を振り返っていただけるとありがたいです。参加される方もとりあえずウィキペディア参照ということで。そうですね。確認していただいて。はい。なん いか、ろいろやってはりますもんね。そうなんですよ。結構いろんなことをやってらっしゃるので。ね、タイムボカンとかもでしたっけ？いや、俺が知らないです。申し訳ない。もういや、そ僕もこ。この間ちょっとウィキペディアを見たんですよ。そのクイズ大会されるってことやったんで。ちゃんと予習していただいてるんですね。いや、まあまあ、どんなことしてはったんやろうなとか、それこそファイナルファンタジーのタイトルやも、どこまでが天野さん書いてるんやろうなとか、まあ、僕なん確かでは、6の印象がやっぱり強いんですよ。マドアーマーにティナが乗ってるみたいな。かに。そうですね。そこのイメージですよね、皆さそうっすね。とか、まあ、やっぱ4とかですよね。ん。なんで、まあ、どこまでが天野さんやったんかなとか思って、ちょっと調べたときに見たんですよね。結構、なんか、難しいと思うので、まあ、本当気軽に参加してください。まあ、だから確かに。みんなそんなに点数取れないってことですよね。そうですね。多分そうなると思う。いや、でも意外とチャット見たらなんか皆さん詳しいんで、もしかしたらすごい方がいらっしゃるかもしれないですね。はい。そうですよね。なんか原画展行った方とかも結構いらっしゃいますもんね。そうなんですよ。うん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 。あ、なるほど。
一応、クイズボットの方で、時間制限で10秒に1台質問して、それで、まあ、答え合わせみたいな感じでやろうと思ってるので。はい、はい、カンニング無理なやつや。そのスピードでいけるなら大丈夫ですけど。はいはい。まあ、それは能力ですからね。はい。ですね。で、あとは、まあ、ちょっと余りの枠があるので、定期的になんか軽いイベントを、まあ、5枠使って開催しようと思ってます。こちら、多分3回ぐらい開催する予定ですので、はい、で、こちらが、一応、元素をやってらっしゃる方で、公式に合わせて2万ロンド以上稼いでる方が、まあ、参加条件にさせていただいてます。はいはい。で、ですね、侍の方で、ホワイトリスト獲得イベント参加証明っていうチャット欄があるので、こちらで自分の、まあ、稼いだミニロンドの数っていうのをスクショ付きで送っていただけると、2万以上っていうロールがつくので、こちらに投げていただいた方は、はいはい、まあ、このイベントの参加権獲得されているということなので、もし、まあ、2万以上持ってる、もしくはこれからちょっと2万以上稼ごうと思ってるって方いらっしゃいましたら、まあ、こちらの方で、投稿していただけるとありがたいです。これいいですよね。2万稼いだ上で天野さんのホワイトリスト欲しいってもう、やっぱりやる気の人ですもんね、絶対。そうなんですよね。なので、ね、まあ、なんか結構がっつり元素に興味あってちゃんとやってらっしゃる方ってなるので、こちら、でも、結構な人数が投稿してくださってるので、意外と多いかもしれないですね。はいはいはい、はい。まあ、それ多い方がいいですね、盛り上がって絶対。そうなんですよね。ね、なので、もう、多分ここにいらっしゃる方はもうほとんど2万以上行ってらっしゃるんですか？あ、2万は。まあ、どうですかね。人によっては行ってない方もいらっしゃるかもしれないんで、今日、だからこれを聞いてね、侍に行って、こう、助けてもらってとか、それでまた2万目立ってとすれば、うん、チャンスが2倍あるわけで。そうですね。ね。おいしいんで、はい。ぜひ参加していただけると。僕はラマさんに一回確認したんですけど、このホワイトリスト、重複でもらえるんですよね、はい、しかも。そうですね、まあ、重複で一応許可はいただいてて、ただ、はい、ホワイトリストを持ってらっしゃる方も、あれ、これ言っていいのかな。そうですね、重複でいただけるんですけど、まあ、本当に購入する気がある方に関しては、うんうん、保有していただいて大丈夫なんですけども、自分ちょっと1枠持ってるんで、はいはい、その1枠だけで大丈夫ですっていう方だったら、まあ、別の方にお譲りいただくとか。まあ、それはね、みんな持った方が良かったりしますもんね。はい、なので、まあ、そうしていただけると、こちらとしてはありがたいですね。そうですね。まあまあ、でも全部狙いに行って、どれから取れたらいいよね、みたいな。で、まあ、ラッキーやったら、1枠3枠取れるかもしれへんよぐらいの感覚でいただけたなって感じですよね。10枠欲しいという。あの人強欲なんですよ、ちょっと。ですね。ホワイトリストの獲得イベントの概要は以上になりますね。はい。概要というところに載せてありますので、もし何かありましたら、こちらで確認いただけるとありがたいです。はい、ぜひ皆さんご参加ください。ご参加ください。強欲さんがいらっしゃった。んじゃなくて。で、以上ですかね、ホワイトリストの説明は。なります。はい。で、ここからなんですけど、うん、まあ、やっぱり、公式提携ギルドさんってどんなことしてるんやみたいなのを皆さん思ってらっしゃると思うんで、ちょっと AMA 的な、質問タイムを設けたいなと思いまして、はい、ボイスの方で、ボイスじゃない、テキストの方で、ギルドさんに質問があれば、皆さんぜひ、書いていただければ、それをピックアップして、答えていただきましょう。はい、ありがとうございます。2万溜まってなさそう。やっぱ、かなり人数いらっしゃいますね、ここ。いやー、ね、ありがたいですよね、本当にこんな来ていただいて。突発ですからね。本当そうですよね。スクロールしても終わらないぐらいの人数が。ありがとうございます、もう本当に。なんか毎回覗いてもめちゃくちゃ参加してるなと思ってます。いや、すごいですよね。あ、ちょこちょこ出てき始めてますね。女装コスプレから答えできますか？女装コスプレ。あ、これ望まれてるんですか？じゃあ次で。あ、一応、いつでも大丈夫です。はい、準備はできてます。じゃあ皆さん期待ください。次のヘクスさんの他ギルドとの違いとかあればお願いしますということです。そうですね、他のギルドとの違いっ
っていうところだと、うちのギルドは何ですかね。まあ本当に法人がちゃんと、まあエクスクリエーションというところがあるんですけど、そちらが運営している、まあサムライギルドゲームズというところなので、そういう企業とかも、はいはい、まあ積極的に行っていこうとしているのと、あとは、まあ先ほど、まあギルマスもおっしゃってたんですけど、教育にかなり力入れていこうということで、いろんな各種分野の専門家とか、そういう方をお招きして、まあ、今コンテンツを制作しているような形になってます。で、意外となんか、まあ、BCG やってらっしゃる方はわかると思うんですけど、確定申告めちゃくちゃ大変とか。うわ、そんなことまでですか。すごい。どうすればいいのみたいなのがもう、めちゃくちゃわかんないと思うんですけど、はいはい、こちらの方を、専門家の方をお招きして、まあ、勉強会という形で、まあ、皆さんが忙しい時期ですね。何月前とか。そこら辺で開催できればなと思ってますので。これめっちゃいいですね。まあ、そうなんです。意外と、需要は高いんですけど、できる人が少ないっていうのが、やっぱりネックになってると思うので、はい、こちらも、使って、まあ、召喚できればなと思ってます。それはでかい。もうだってね、サラリーマンとかされてる方やったら、確定申告で出したことがない中で、やっぱり、しなかんイメージだけはありますもんね、その暗号通貨に触れると。そこは意外とやっぱり、意識はありつつもっていう方がいらっしゃると思うので、はいはい。なんか、まあ、ちょっと先になるとは思うんですけど、参加していただけるとありがたいです。あれ、こうちゃんさん、ミュートされてるんですか？こうちゃんは、かな？ミュートですかね？もしかしたら。誰？あ、喋れた。喋れた。ごめんなさい。ちょっといつも誰かがやるかしたので。よかった。ちょっと一人、ちょっとこれ飛ばしちゃったんですけど、このゴーダという男が、スカラーをされるとさっきおっしゃってたと思うんですけど、そのおしゃれ装備って、もう買われてるんですか？その活用の。あ、私たちのやつですよね。まだそこのところに関しては、はい、進めてる最中で、まあ、まだできないんですけども、そのあたりをですね、今後ちょっと詰めていくというようなところになっている形にはなりますね。うん、はい。まあ、もともとその、まあ、8月が、一番最初の正式ローンチというところが11月になったというところがありますので、はいはい、そこに向けてどれだけ盛り上げれるかどうかっていうのも、こっちでいろいろ頑張っているところではありますね。はい。はい、むしろなんか、そういったところで、皆さんのご意見も欲しいわけですよ。プレイヤーさん方が、こんなことできたらいいな、あんなことできたらいいなっていうのを、やっぱその金銭的側面でこれができないとかですね。まあ、仲間がいないからできないとか。まあ、そういったことを助け合っていく場所っていうのがギルドだと思うので、はいはい、そういうのであればですね、皆さんのご意見が、まあ、こちらにも反映されていくってなるので、言われなかったら私たちが考えたところでやっていくっていう時になってしまうので、まあ、そこはやっぱり、皆さんで作っていく場所だと考えていただけると、はいはい、すぐ自分のところに帰ってくるものも生まれやすいんじゃないかなというふうに思うんですね。なるほど。第2回のオークションの前に、たくさんギルドさんが提携してたにもかかわらず、その、第2回のオークションで、まあ、購入者数が減ってたんですよね、第1回より。うんうんうん、僕、それ見たときに、あれ、ギルドの人らってどうやって買うんやろうって、とか、その、買いに参入されるやろうと思ってたんで、すごいびっくりしたんですよね。うんうん、だまあそこでそのみんながこうびっくりするわけですよ。そのあれ、ギルドの人らにも見放されてんじゃん、原則師みたいな、うん。そういうわけではないんですよね、だから。そうですね、そこは見放してるというわけではないです、ね。ですです。そうなんですよね。原則のまあ運営の方ともお話ししてて、やっぱり企業がそこに入ってしまうと、なんか資本の暴力みたいな感じになってしまうっていうのも懸念されていらっしゃったので、そこをまあ慎重に判断しながらという形になってますね。はいはい、まあそうですよね。その、共存しないといけないのに、がっつり入りすぎて、こう、はびこってしまうのも良くないんですよね。だから。うん。そうですね。ね、もう侍がおるからみたいに言われちゃうともう、うん、それはそれでノー。そうなんですよ。そうなんです。やっぱり、その、ゲームタイトルに対しても、やっぱり、売り上げというかですね、ちゃんとお金がつくっていうこともすごく重要なわけですよね。はい、はい。なので、その、スカラシップっていうのは、やっぱり、奨学金というような、まあ、日本語で言った意味合いになりますから、はい、全部それやってたりすると、やはりすべてのエコシステムが壊れていっちゃうっていうところがありますので、やっぱそのあたりのさじ加減っていうのもすごく重要だなっていうのは、最近すごく思いますね、うん、そうですよね、まあ、やっぱりその綺麗な稼ぎ方であったりとか、そのね、うん、やっぱり手段っていっぱいある中で、どこまでするかみたいなのも難しいですよね。うん、そうです、ね、うん、ここがね、やっぱり結構難しいところで、まあ、本当にこのブロックチェーンゲームっていうもの自体が出てきたものなん
ばかりっていうところで、黎明期ですから、はいはい、何が正しいかっていうことに関しても、本当にいろいろと考えていかなきゃいけないっていうところなので、本当に一つ一つ考えていかなきゃいけないっていう、まだまだ、やっぱり、基本的にその取引に関してやったもん勝ち、まあ、言ったら自己責任の Web3 のとこう、ね、代名詞みたいなところもあるじゃないですか。そうですね。それと、こう、モラルとのこの戦いってすごい難しいところですよね。うん。そうなんですよ。なんか、ランドは欲しいという話はしてますよね。うん。アジトみたいなやつね。そうですね。まあ、どこまで今、実装可能なのかまだわからないんですけど、そこをちょっと見て、はいはい、どうしようかっていうのを話そうと思ってますね。そういえば、あれですよね。商店街にもありますもんね。一応、ありますね。はい。あれ、一応なんですか、あれ。寿司屋の向かいに立って。いや、めっちゃいいところですよね。一番いいところやなと思って。そうなんですよね。ありがたいですよね、あれ。あ、なんかその、お金積んだからとかじゃないんですか？いや。全くですよ。全くです。いいですね。じゃあ、忖度ってことですね。いや。アルババ一番最初で、上位、トップ10のうち5名を締めさせていただいたって動き方じゃないですか。確かに。当然の結果ということですね、そしたら。周りの存在。やってますからっていうのは。はい、ありがとうございます。そうですね。じゃあ次は、チキンジャケンさんの、この、ツイッターやネットを探しても、元素のスキルツリーや装備の能力の情報がないのですが、ギルド内のディスコードに、この情報の出題する予定はありますかと、その攻略情報の共有ってことですかね。そうですね。この攻略情報とかに関しても、やっぱり我々は出していかなきゃいけないっていうことでは考えておりますので、まあ、それが、参加してプレイしてくれた人たちのやっぱり知識っていうのがどんどん溜まっていく。それを出していける場所。まあ私たちもですね、これからどんどんオンドメディアのところも、広くやっていきますので、そういったところでは必然的に出てくる可能性は高いと思いますし、むしろなくてはならないかなというふうには思ってますね。はい。まあ、頻繁に通ってれば、こう、いい情報が手に入るかもしれないですね。まあ、絶対手に入りますよね、っていうか。そうですね、そうですね。はい。私たちのところにいればお得な情報がある。これやっぱり、ね、目指したいところではありますね。まあ、そうですね。やっぱり足を運ぶ理由がやっぱり頻繁にあるっていうのは大事なことですよね。うん、ですね、ですね。うん。じゃあ、ごめんなさい、飛ばしちゃった。このヒロさん、エンペラヒロさんの、原則騎士プレイヤー何名おられますかという。おー、なんだろう。我々のところも全員が何やってるかって全部事細く把握してるわけじゃないんですよ。チャンネルの中とかでこれやってるとかで、はいはい、今、ちょうど昨日かな、8000名超えたっていうような状況なので、一人一人はですね、はい、ちょっと追っかけられてないっていうのは間違いなくて、まあ、だから、原則騎士さんのそのチャンネルに関してはもう当初からありますから、まあ、そういったところで見ていければ、うん、まあ、実際にこう、なんていうんですかね、ゲバウェイ企画っていうのもですね、一緒にやらさせていただいてもっていうところありますので、まあ、最初から見ていけばやっぱり1000人近くぐらいはまあ平気でいるんじゃないんですか、ね、もっと言って、もっと言ってもおかしくないと思いますね。まあ、のみの参加じゃないですけど、多分、まあ、今参加されている方で、うん、まあ、結構、いらっしゃると思うので。そうですね。っていうのは僕らはね、それこそこの公式のディスコードのメンバーしか知らないですけど、やっぱり潜在的にめっちゃおんねんなっていうのを最近感じてて。ああ、そうですね。そうですね。多くなりましたね。ね。うん。いや、楽しみやなと思うんですけど、実際のオープンになったらもうわっと、また人が来るんやろうなと思ってるんで。そうですね。ね。なんか中高生とかもいらっしゃったみたいなので、意外と広がってるんですよ。最近ちょこちょこいらっしゃいますよね、その NFT 界隈とかでも、こう中高生の方ね。ありますね。はい、ありがとうございます。じゃあ次、ドンギツネさんですね。スカラシステムはギルド独自のものがあるのでしょうかということです。うん。はい。こちら、まあ、ですね、どうですかね、結構、BCG で言うと、役割的に、まあ、NFT ゲームの中に搭載されているものと、ギルドで、まあ、構築しているものってあると思うんですけど、はいはい。それに関しては、報酬の振り分けとか、そういうところは、独自のシステムを使おうとしてます。で、まあ、システム導入しちゃうと、もし、ゲームタイトルにスカラのシステムをそもそも導入してるとなると、まあ、ここは無駄になってしまうので、はいはい。この報酬のみのシステムっていうものを構築しようかなと思ってますね。例えば、その、侍さんで、まあ、例えば、チャットを頑張って盛り上げたとか、うん、その、今回のイベントで頑張ったみたいな履歴があったら、ちょっと安く貸してもらえるみたいなのはあったりするんですか？
そうですね。そうですね。まあ、そのあたり、今、用途を構築してる最中で、いろんな設計をしてるんですけども、まあ、ディスコード、自分たちのディスコードですよね。サムライ牛丼のディスコードだったりとか、コミュニティをこう盛り上げてもらったときに、はいはい、まあ、何をすると何ポイントみたいな形が溜まっていって、で、それがですね、はい、自分たち独自のその NFT とかが付与されるっていうような環境とかをこう作っていこうとしてるんですね。はい。で、そうしていくと、それを持ってると、なんか、参加条件が良くなったりとか、まあ、OAT みたいな感じでですね、入りやすくなっていくっていうような、仕組みっていうのを作っていく必要性があるなと思ってまして、で、今そこは今、設計している最中でございます、ね。なるほど。はい、じゃあ、やっぱりあれですね、その割合高めに、例えば元素で SR を借りたいんやったら、もう今から頑張って活躍しとけば、そうです。他の人よりもお得に借りれるよと、なんなら数に限りもありますもんね。優先的に借りれるどうかっていう話もきっとあると思うんで、はい。はい、借りようと思ってる方は行っていただいてって感じですね。完全にその抽選でもいいんですけども、やっぱり今まで頑張ってきてくれた人がその報われる環境というのはやっぱ絶対ないといけないと思いますし。まあ、そうですね。やる気なくしてますし。はい、そうです、そうです。で、だけども、新しく入ってきた人たちが全くメリットを得られないっていうのはまたおかしな話なので、このあたりをうまくバランスを取っていくっていうのはすごく重要なのかなというふうに思いますね。はい、はい。なるほど。次、山葉さんですね。学生、社会人、主婦、女性、男性とかの構成比をざっくり教えてくださいということです。ああ、いいですね、いいですね。あのですね、それちょうどですね、今月、間もなくアンケートを取って、そのデータを取るところでございました。あ、そうなんですね。じゃあ、ご期待ということで。はい。間もなく。前回取ったやつだと、なんか主婦の方意外と多いなと思ったんですよ。いかな。主婦ですから。主婦の方ですからね。ちょっと間違えました。はい。これは失言ですね。理由は言ってないんでいいじゃないですか。言ってくださるということで。そうですね。やっぱそこが意外と多かったですね。結構でもね、その空いた時間で稼ぎたいみたいなのは、やっぱり主婦の方との相性もいいですよね。その BCG でパッとみたいな。いや、そうなんですよ。本当にそうで、うん、まあ我々もその主婦の方っていうことももちろんそうなんですけれども、やっぱり日本の支援。はいですね、やっぱりそのシングルマザーであったりとか、なんかその、なかなかその、うまく、その経済的面で、いい方向に向かえてないっていう方もいらっしゃる中で、これがこの新しいブロックチェーンゲームの仕組みであったりとか、そういったところが、何かしらこう変えていけるような社会的インパクトを与えることって可能なんじゃないかなって思ってはいるので、どう力入れていきたいですし、もちろんその、障害者の方であったりとか、なんか社会的にそのハンディキャップを抱えてしまっている方々に対しては、やっぱりこのゲームっていうことを通じてできるというのは、やっぱり今までない、すごい価値があると思ってるんですよね。はいはいはい、ここはやっぱり我々も何ができるのかっていうのを常に模索してるので、こんなことできたらいいなとか、もちろん、今聞いていただいている皆さんの中でも、こんな取り組みで、こんなとこ詰めあるんですよ、みたいな、いうのがあったら、教えていただければ我々も果敢にチャレンジしていくっていうこともしますので、そのあたりは教えていただけると嬉しいなと思うところもありますね。ありがとうございます。じゃあ次、カッツオさんですね。UGC ツアーに向けて、クリエイター育成するなどの取り組みはされてますでしょうか。クリエイター育成に関しては、先ほど言ったその学びの場っていうようなところとかから通じて、デザインの育成をしていくっていうことは、もともとの我々の計画の中には組み込まれています。できたらいいなと思ってることがあったりすることで言うと、例えば今、ギルドのこの場所っていうのを元素基地さんの中に作っていただいてますけども、ここに、はいはい、まあ、自分自身なんかこうキャラクター作りたいよとか、このステージを作りたいんだけど、ちょっとそのあたりのリテラシーがないんですって言った時に、はいはい、そういうようなことをお手伝いできる場所にできたりとか、はいはい、むしろ自分たちのところに依頼をしていただいて、そのメタバース領域の中でのそのクリエイティブ活動っていうのを人が行き来するとかですね、仕事が行き来するとか、はい、そういったことをできるのは、理想だなと思ってることはずっと考えてるので、ここはなんとか目指していきたいなとは思ってるところですね。なるほどね。日本人の方によくあるんですけど、こう、黙って努力するのはかっこいいみたいな、こう、風潮ちょっとあったりするじゃないですか。はい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 。だからやっぱりこういう世界って、もう自分はこんなことをしたいって発信していくべきだと思うんですよ、僕は。うん。そしたら、その、誰かが思い出して声をかけてくれたりとか、例えば、サムライ牛丼さんでそんなこと言ったら、じゃあこんなことしてみたらみたいな話を、こう、専門家に教えてもらえるわけじゃないですか。うん、そうですね。だからこう隠さずにがっつりみんな出していったらいいのになっていうふうには思います。うん、ですね。はい。あ、54分になりましたね。当選者が決まるんじゃないですか、これで。あ、発表されてますね。お、
あ。と、じゃあ発表していただいていいですか。当選者の発表です。はい。結果発表。あの、シカタンさんですね。シカタンさん。はい。と、セリヤングさんですかね。セリヤングさん。セリヤングさん。と、ヤチさん。ひよこの可愛いアイコンの方ですね。うん。と、アキさんが当選されましたね。あれ？え、アキさんって、え？あとは、X バルクンさんですね。はい、はい。こちらの5名。ありがとうございます。はい。当選されましたので、後ほどサポートチケットの方で、はい、ご連絡させていただきますので、ウォレットアドレスご用意いただけるとありがたいです。はい、サムライさんの、サーバーに行って、サポートチケットを切ってもらうってことですかね。はい。はい。じゃあ、当選された方は、ぜひ行ってください。アキさんがどうなるかは僕はわからないです。そうですね。話し合いの音、はい。やらせていただきます。それでは、この辺りでちょっと締めさせていただいていいですかね。そうですね。はい。はい。それでは、本日のゲストは、サムライギルドゲームズさんのお二人来ていただきました。ありがとうござい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 ました。皆さん一緒に頑張っていきましょうね。楽しんでいきましょう。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。で、ここからは私のちょっと宣伝なんですが、この後、オーディン・ソフィーさんのソフィクラにて、ヘッポコオーディンの大冒険、生配信いたします。こちらでも、天野さんのホワイトリストの、抽選がありますので、お時間ある方はぜひご参加ください。もうヘッポコじゃないんですかね。強くなったみたいで。はい、私じゃあ今からそちらの準備するんで、本日は皆さんありがとうございました。